交通事故が絶えないというのも、やはりそういう土地に残る、残影なのではないかと。ピラミッド伝説ね。3.0 バラエティ追跡都市伝説。おっしゃちょっと早速なんですけど、どうした？いいですか？何？ちょっと皆さんにね、こうちょっと見ていただきたいものがあるんですけど、どうですか？これね、とある舞台のいわゆるチラシというかフライヤーなんですけど、これね、見えるかな？出てますよね。女性。あれ？これ。トシコやないかい、これ。これトシコちゃんでしょ、これ。笑ってるよ。笑顔を見せてるわけですよ、これは。どうなんですか？でもこれだからね、歯並びがトシコちゃんだと。歯並びがトシコちゃんに違いないと。いや、その歯見たことないでしょ、だって我々。だからこれはちょっと歯を笑えへんからいつも。歯をちょっと実際に今見せてもらい、歯とかってさ、照合したい。科学捜査班、これはしっかりと歯見せてもらって。セクハラやで。あ、ほらいや、見せ方よ。すげえ見せ方すんな。見せ方よ。あ、でも今ので分かったでしょ、これトシコちゃんだよね、本当ね。歯でやらなくても本人に聞いたらいいじゃないですか。直接ね。これ出てるのはトシコちゃんなんですか、これ。おかぶっての、お分からんわ。何ですかね。そう、どういうこと。丸だけでよかったんじゃないの。シーンってことかな。他にもなんか出たりするんですかね、としこちゃん。他から普通に出てんねやったらね。謎やからね、やっぱ彼女は。気になるな。ではですね、本日のプレゼンターにですね、登場していただきたいと思います。としこちゃん、お迎えお願いします。でしょうか。男性ですか。お？わかんない。ということで、今回のゲスト、オカルト雑誌ムーの編集長、三上丈晴さんです。よろしくお願いします。これはすごいですね。びっくりしましたね。すごいびっくりした。編集長来てくださいましたよ。うわ、これすごいわ。僕高校生の頃からずっと買ってまして。ありがとうございます。僕はにわかじゃなくて、本当にずっとモーツァルトはフリーメイソンだったっていう記事が出た時から買ってました。フリーメイソンでイルミナティですからね。はい。彼はね。僕94年から僕読んでます。モーツァルトの作品の中にはフリーメイソンっていう曲もある。だからモーツァルトの学者、研究する学者さんっていうのは大体ね、フリーメイソン入らないと分かんない。そうなんですね。結構多いですよ、モーツァルトの研究家でメイソンの方はね。延々聞ける。三上さん、この番組はご存知でしたか？拝見させていただいて、結構丁寧に作ってるなっていう印象。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。三上さん、編集長の中で、これ今熱いよっていう都市伝説。これはちょうど今ドキュメンタリー映画で公開されてます三茶のポルターガイストってあるんですけど。映画実際にご覧になっていただくと分かるんですが、派手なんですね。もうガチャガチャとかどんどんとか、こう水が噴き出てとか、ほんまかいなと。じゃあ取材しようと。これ三軒茶屋の駅の近くのビルの一室なんですけども、夜中もう本当に10時から朝方まで粘って、そしたらやっぱりこう起きたんですよね。もうこういうライトは明滅するわ、もうどんどん壁の叩く音はするし、ホワイトボードがこう、それから水もバーッと出てきて、で決定的なのはね、その手が出てくるのよ。この手がで、その時も天井から手がこう出てきて、ですぐこうカメラでこう撮影して、動画でもちゃんと撮れたんだけど、ですぐ引っ込んで、その後ね、調べても全然そういう仕掛けも人が入るようなのもなくて、で明らかにこう映ってるんで影もあるんで、これ物質なんですよ。だから実際の映像なんかも分析するとね、太陽があるんだよね。はい、だからその幽霊ってどうしてもね、なんかこう冷たいイメージがある。物質化したその体っていうのは、まあもちろんこう30何度っていう温度ではないけれども、なんか温度が周りとは違うんだよね。だからおそらくあの映像をもっと分析すれば、物質ですからね。物質っていうことは、これが例えばその有機物なのか無機物なのか、これ細胞があるのかとかね、タンパク質なのかっていうことも調べられるはずなんです。だからこの三原者のポルターガイスト現象っていうのは非常に興味深い。じゃあちょっと霊に対するそのなんですかね、こう考察が一歩進むというか。いわゆる映っている、目に見えてるっていう以上はこうね、可視光線をこう反射してるわけだから。だからいつかはその幽霊を捉えられるっていうか、多分今の科学技術とか文明はね、一気に変わる。一気に変わる。あと20分お願いします。次回から三上さんと変わっていただいていいですか。ちょっと待ってください。全国市区町村伝説コーナー。全国の特派員と実際にリモートをつなぎまして、でお話をしていただきまして、それが都市伝説、市区伝説、町村伝説、その他、どれになるのかをカテゴリー分けするというコーナーでございまして、はい、としこちゃん、仕分けマシンの方お願いします。毎回ね、仕分けマシンで区切っているわけなんですけれども、はい、ちょっと待ってくださいよ。ここに来て急に、マジでここに来て原点回帰ですか。レールはまでレールでやってたじゃないですか。いや、三上さん違うんですよ。本当はもっと面白かったんですよ。いやいや、滑ったみたいな大喜利があったんですよ。ただそれを上げるだけに変わったんですよ。あ、そうか、シンプルになったな、また随分。一周回って。では今回の都市伝説の種はこちらです。呪われた交差点の守護者ということで、興味深いですね。交差点系ですかね。ということで、この都市伝説を今日お話ししてくれるゲストはこの方です。あれ？はい、どうも皆さん、久保沢です。よろしくお願いします。お願いします。七不思議は初めましてです。どうもよろしくお願いします。あ、そうですね。初めまして。初めまして。久保沢と申します。ありがとうございます。たくちゃんはもちろん。もちろん、はい。2回目ぐらいですかね。何度かお会いしてますよね。そうですね、何度か。三上さんとはもういろいろとちょっとご一緒させていただいたりとかして、どうもご無沙汰しております。ちょっと楽しみなんですけども、はい、早速、こちらどういうお話かいただいてもよろしいでしょうか。あ、わかりました。こちらはですね、まあ都市伝説というか、まあ怖い話というかっていう感じなんですけれども。はい、こちら実際僕のチャンネル、馬面ビデオのチャンネルの、限定コンテンツの方でロケをした時に体験した話なんですけれども、まあ、都内某所の交差点なんですけれど、そこにはですね、地蔵尊が立ってるんですね。うん、でその地蔵尊に行くとですね、まあ、こう看板がありまして、でその看板にはその交通事故が絶えないので、まあ、その亡くなった方とかその事故に遭われた方の交通安全を祈願するとか、まあその鎮魂するとかって、そういった意味合いでこの地蔵尊は立ってますよというふうな書かれ方をしてるんですけれども、はい、そもそもなぜその交差点では事故が多発するのかということなんですよ。でその昔ですね、これ調べていくとですね、はい、この地蔵尊が立っていた場所っていうのは一帯が処刑場だったんですよ。でもその地蔵尊もものすごいこうがっちりとなんかコンクリートで覆われてて、すごい異質な地蔵尊なんですね。決してここはなんかすごいパワースポットでもないし、なんかものすごいこう嫌な雰囲気を感じるような地蔵尊なんですけれども、凶悪犯だったりとか、まあ、殺人犯という、まあ、その比較的やっぱ罪の重い人たちを処刑していた場所だったと。でこの処刑方法というのも非常にこうむごいもので、はい、まあ、動物による引き裂き刑っていうものなんですけど、人間の手足をですね、はい、この2頭の動物に縄でくくりつけまして、はい、この両側から人間を引きちぎるというような、本当もう極刑ですよね。すごいですね。そういった、刑を行っていた場所ですから、やっぱりその、凶悪犯たちの、その怨念といいますか、そういったものがその土地にはこう染みついているという感じなんですけれども、だから本当は交通安全とかっていうよりも、その罪人たちの魂を弔うために、その地蔵尊は建立されていると。だからその地蔵尊を絶対に壊せない理由っていうのも、そこにあるし、その交差点が交通事故が絶えないというのも、やはりそういう土地に残る、残影なのではないかと。で、これすごい面白いのがですね、その交差点のちょっとこう向かい側に声優学校が建ってるんですよ。声優学校なんで、その声優の卵たちが、一生懸命発声練習をしたりとかするんですけれども、この発声練習でよくやると思うんですけど、ウオアエイっていう唱え方をすると思うんですけど、これはどうやらその音高であり、一説には宇宙現象の音とも呼ばれてるんですよ。だから何かこうある力があるんですね、この空間を浄化するとか、言霊ですから。だからそこに声優学校が建ってしまったというのも、やはり何らかのこの土地の因縁で、因果であって、だからその声優の卵たちが一生懸命その土地を清めてるのではないかと。ありがとうございました。ということで三上さん、今のお話どうでしょうか。これね、よくね、交通事故が重なる場所っていうのはなんか因縁があるんだろうって言うんだけど、これはひょっとしたら魔物よ。魔物で、この魔物っていうのはすっごい立ちが悪いからなりすますからね、死んだ人に。なるほど。しかも魔物っていうのは成仏しないからね。いや、これはいろいろとね、話がね膨らんでいきますけども、すごいお話。ちょっと最終ジャッジをですね、たくちゃんお願いしてもよろしいですか。はい、決まりました。お願いします。この今の馬沢さんの話、こちらその他なんですが、こちらの話、魔物の話です。これは新ジャンル、馬沢さん獲得ですね。魔物のジャンルですね。これある種最強のお話だったんじゃないでしょうか。というところで馬沢さん、ありがとうございました。またお願いします。ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。ありがとうございました。都市伝説プレビュー、略して都市プレ。さあ、今回は三上さんがプレゼンターということなんですけど、こちらどういったお話なんでしょうか。そうですね、皆さんピラミッドというとね、エジプトの三大ピラミッド有名ですけども、ピラミッドっていうのは遺跡のことを意味するわけじゃないんですよね。形のことをピラミッド、だから世界各国にピラミッドはある。当然だからこの日本にもあるんですね。日本ピラミッドの中でも、非常に比較的大きい長野県にあるみなかみ山ピラミッドと、こちらを紹介してい楽しみですね。早速ですね、三上さん VTR の振りをお願いいたします。どうぞ。長野市松代町にあるみなかみ山がピラミッドなんじゃないかと言われています。地元民ですが、近いしいつでも見に行けると思うとなかなか行かないのが現実で、ぜひ調べていただけたらと思います。ピラミッド。古代人が多くの石を四角錐状に積み上げて作った巨大な築造物。ちょっと異質な感じ、不思議な感じがする。証明するのってでも難しいよね。確かにピラミッドかどうか。重ねるとなるほど。ちょっと足りてない。すみません。CBC テレビの名古屋の方のテレビ局なんですけど、水上山を取材してて、ピラミッド伝説について調べていて。ピラミッド伝説、ピラミッド伝説ね。知ってます？ピラミッド伝説。知ってんの？知ってんのこれ？いや、ピラミッドであったんではないかというただ話だね。はい。村上山のなんか都市伝説。聞いたことあります？え、ピラミッド？ピラミッド。え、それはこう話としてはあるよ。有名なんじゃない？ちなみにごめんなさい、これ何ですか？あんずだよ、あんず。あんず。うん。ここはあんずの産地だから。うん。そっちの方を PR するや。そうですね。本当にするや。じゃあ一回止めます。一回止めましょうか。あんな簡単に差し込めるんですね。CM。あんなに簡単に言われたことやる？ね。でもこういうふうな今あんずって言いましたけど。こういうふうな作物っていうのは実は重要な鍵になってたりするんですよ。例えば奈良に大和三山って、これ大和三山って結ぶと二等辺三角形なんだけども、そのうちの一つの耳なし山ってあるんですよ。耳がまあ整形する成田の成で耳なし山っていうんだけども、そこの近くに流れてくる目無川っていう、これ耳なしで目なしなんですよ。でそこで植えてるのが口なしの木で、ほー参ったこれ。すごい。何でもいけるわ三上さん。さすがムー。いやさすがムーって。いらないでしょ。岩戸神社、あら。水上山ピラミッドの入り口ではないかと言われ、その奥は謎とされている。説明が書かれてる。だってピラミッドって書いてるんですよね。確かにこの中に入れるってそう。確かにね。もう確信に迫ってきてるじゃないですか。行き止まりだもん。15世紀歴史ある神社ですね。世界最大で最古の水上山ピラミッド、大赤土砂、空間移動させる、宇宙空間への航行基地として作られた。説明からねするとそうよね。もうでも書いてあるかも。そうですね、あれはまあその先々代の宮司が了解をして、まあ、地元の方なりが作ったものだとは思うんですけれども、先々代が許可したことであれば大きな問題ではないと思うんですけれども、仮にあれがこう老朽化して新しく書き直したものを作ろうとか言うと、私の責任としてそれは認めない方がいいのではないかなと思っておりますね。見解が違うわけね。そうね、前からね。ここ登っていったところに富士浅間神社、という小さいお社がありまして、このお社の後ろには枯井戸がありまして、で実際に井戸があって枯れてしまったというわけではなくて、ここにそのお社を作る時に山梨の富士浅間大社から水を持ってきてお清めしたというふうに言われております。パワースポットブームでいらっしゃる方結構多いんですけれども、でそこはどうもその、噂だとこういう磁石がこう狂うとか、経済が誤作動するだとか、そういったことも言われております。じゃあ何かしらの力が出てるかもしれないですね。はい。ピラミッド的なことが、ピラミッド的な、さあどうですかね。ちょっとわからないんですけど、もしかしたらあるのかもしれないです。の時にさ、発光現象っていうのを見たことあるよ。発光現象見たんですか？見たよ。だって70何年も生きてる。もうあれ、真っ白の群発地震ってのがね、昭和41年から43年ぐらいまであったんです。その頃に発光現象ってのがある。1956年、ほほうわー、でもすごいそんなはっきり、めっちゃ明るくなってんじゃん。めちゃくちゃ大きいですよ。満月の3倍。40秒間水星神みたいなのなんでしょう。真っ白にするには結構みんな見てるはずだと思うんですよ。それを発光現象として捉えてる。山頂とか山のバックが断続的に光っているような感じ。2014年の8月7日、19時53分だから8時ちょっと前ぐらい。ちょっと止めましょう。2014年8月当時、牛田モーモーは発光するくらい憤っていました。一体何にこれ憤っていたでしょう。14年でしょ。みんなで考えてくださいということで。何やろうな。俺もわかんないもん。何を憤ってたやろ。8月ってのお誕生日、8月1日が誕生日ですけど。誕生日でって怒ってたっていうことは、誰からもおめでとうって言ってもらえなかった、祝ってもらえなかった。でこれぐらいの8月ぐらいって M1 グランプリの予選の時期なんですよ。だから1回戦落ちして怒ってたんじゃないですか、前のコンビの時に。あ、なるほど。いや違うだろう。違う。モーモーさん的な記憶はないんですか？何だと思います？いや政治とかじゃないですか。そんな社会派でしたその当時聞いたことない。でもなんだろう、憤ってたっていうの本当全然わかんないんだけど、これ何のクイズなんですか？これ本当に俺もわかんないから怖いんだけど、正解が結局あるんですよ。あるんでしょうね。ちょっと見てみましょうか。でもしんどかったと思うよ、きっと。売れてなかった。約10年前ね。8月。もう一度やり直そう。知らない男の間違いなし兵士憤り。バイト生活でろくに弁当も買えず、うまい棒で空腹を満たしていた時、1万円を握りしめた小学生に食べたかった弁当を手に、これ温めてと言われ憤り。電車のけたたましい警告音に憤り。しょうもなく。ちょっと待って。では発光現象。では。あ、光ったね。なってるね。あ、すごいすごいすごい。光り方的にはなんか雷みたいな。雷みたいな光り方なんですけど。なんか全く違う。確かに。止めると肉眼だとこんな感じでのが続いてるんですよ。何これ、音がすごいな。この光ですかね。多分生活者の先生がいやプラズマっていう時期が関係してるってことですかね。別の考え。あ、なんか光が出るとかどうも聞いてない。 UFO の光とかどうも聞いてない。なるほどね。いや、なんかそういう感じ。とんでもないもの。ほう。Google マップですよ、だって。ちょっと見てみましょうか。え？うわっ。え、急に出てきたのかな、今。ドン。そうですね、まず発光現象、はいね、発光するって何かというと、まあ、VTR ではその雷っぽいよねっていう、雷もオーロラもそして UFO も発光、これはね全部プラズマなんです。プラズマなんです。だから水上山が光るっていうのはその周りの大気が冷気してるっていう状態。そのまあ雷の場合にはこう気流がね上昇することによって摩擦で、それがまあエネルギーとなってこう光るんだけども、こういった山が光る場合っていうのはこの地面なんだよね。地面、これ水上山ってすごいこう断層が走ってて、まあああいうふうな群発地震が起こったっていうのもあるんだけども、そうすると岩盤が割れるのね。バキッでこう割れた瞬間に電圧がかかる。ゲート電圧、そういうふうな圧力がかかってバリッと割れた瞬間にすごい電磁波がパルス波で出る。そうするとそれがまあ大気に放射されて冷気されて光っちゃうんだよね。へえ。だから結構発光現象に関しては科学的に説明ができる。科学的にこれは地震の直前もね光るんだよね。東日本大震災の時もそうだし、阪神・淡路大震災の時もやっぱり明け方とか夜なんで光ってる。でこの光る現象っていうのはこの日本ピラミッドに関しては結構あって、例えば秋田の黒マンタ山も光る。こういうふうな形の山っていうのは、まあ、大気も帯電するし条件が揃うと光る。まあ、ある意味でのそういうパワースポットで、最近ねその UFO に関して言うとその火山によく出る。火山に。まあ有名なのはメキシコのポポカテペトルっていう火山があるんだけども、ここにはもうね 1,000m 級の UFO がこう火口にズボッと入る。で日本の富士山も結構 UFO 出る確率が高く、それを全部共通した火山なんだよね。だからよくよくこう火山の噴火のシーンなんかこう見てるとやっぱり UFO いるの出てくる。まあGoogle マップとかに映ってるのは果たしてそれねまあ、映像で撮ってるというかね全部合成してるんで果たしてどこまでのものかっていうのは分からないけれども、水上山は周辺でそういった発光現象とか UFO とか、まあ、日本ピラミッドもそうだけど、まあ、やっぱ出るんだよね。さっき言った光る山の黒マンタ山でもやっぱりそういう UFO が出て結構絵に描かれたりとかね昔から。はい、なんか首都は去年でそれについてきたっていうピラミッド伝説あまり信じてはないんですけどね。結構ムーとかが好きで。あ、そうなんです。小学校の時からね。でもこういうの都市伝説的なことはドキドキするわけです。そうですね。そうですね。面白い場所だと思います。まあ最初の理由は何であれちょっと不思議な魅力があるということで。多くの方が訪れてくださるのはとてもいいことだなと思います。ただまあそのあくまでここにはちゃんと神社があって、それにちなんだ歴史もあるということもついでにこう知ってお帰りいただけると、まあ、こちらとしてはもっと嬉しいんですけれども、はい、あら。この番組とタックルが好きと言った人の素材だな。タックル好きの石山さん、ごめんなさい。ピラミッドがどうかわからない。不思議な地形が間違いない。データ破損をセブンとなさってますよね。感じで面白いな。いやー面白かったな。おそらくこれも何かしらのそのパルス波が出て壊れた可能性あるんだよね。だからそういう場所っていうのはやっぱ電子機器が狂ったりとか、例えば UFO が現れると車が急にこうね縁故しちゃうとか、全部電磁波。電磁波ですか。電磁波を生じさせるような高エネルギー状態が瞬時に出る。だからプラズマが現れたら近寄っちゃいけないんだよね。いやこれはもう話が尽きないですね。というところで、今回はですね以上になるんですけども、また江上さん遊びに来てもらってもよろしいですか。ありがとうございます。ということで、それではまた次回お会いしましょう。さようなら。